ラグナよ、起きよ、ラグナ、目覚めるのじゃ、ラグナ。金騎姫。うむ、わらわじゃ。金騎姫。金騎姫。顔が近い。金騎姫。ここまでじゃ。先に言っておる。わらわには他にやることがある。やることって何を？剣を作らねばならない。物心つく前よりわらわのうちに一本の剣のイメージがあった。輪郭はボケて定まらない。剣であることしかわからない。なお、銀水槽という全ての銀の元となる最初の位置、その名を冠する剣を生み出すこと、わらわの生まれてきた理由。わらわがそれを成し遂げる。たとえ死していようとも必ず貴様にふさわしい剣を作り出してみせる。いや、最後にもう一度だけわらわに会いに。いや、上位竜と滅竜同士の戦いに割って入るのはまだ無謀だったか。どこに落ちたかと思ったらアリノスかよ。潰されなくてよかったな、アリ女。いや、そんなことも思わねえんだったか、てめえら。アリ？だろうが、いくら死んでも代わりがいる。みんな同じで自分がねえ。俺は神教の中でもお前らが特に嫌いだぜ。顔を見るだけで虫唾が走る。俺様の前から今すぐ消えろ！消えろっつったよな。虫けらのためになんで俺様が一度言ったことを引っ込めなきゃなんねえんだ。あなたの傷も治療いたします。俺様の母親はよ、俺様を産んだ時に感電して死んだ。周囲は反対してたぞ。生まれてくるのは怪物だと、産むべきじゃねえと。でも産んだ。ざっくんなよ、クソが！俺様に永遠に返せない借りを押し付けて生きやがって。できねえなら死ぬ。わかるな、わかれ。最後だ。消えろ。なんで戻ってんだてめえ。ああ、思えば初めてのことでした。他者から全否定されるのは甲斐が利くとはいえ、私は聖女、敬われてはいたのです。あの日、いつかあなたが勝手に立てた誓いが私の光となりました。たとえ果たされることがなかったとしても嬉しかったから、長生きしろって、死んだら許せないって言ってくれたことが、神にすがってでも待っていたかったの。あなたが私を神様から自由にしてくれる時を。いいっす。ついてこい。見せるものがある。肉体的にはもう何の問題もないじゃん。そうしてまた俺に剣を作ってくれるんだ。よう、行くのかよ。
そうだ、次の結束を借りに行く。おい、すぐ追いつくぜ。ああ先で待ってる。